you know about the game? I got all the game. かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大、しかし俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放、何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせ、あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ドロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビ。そん時ここから先は立ち入り禁止だぞ。どけよ、俺はゾロに会うんだ。ゾロノアゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。
さんぞ。また来たのか。ほら、ルフィ、縄を解いてやるから。話聞いてんのか、てめえ。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎ。世間でどう言われ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前、大事。そして俺から刀を返してほしけりゃ。何？価値は。よし、行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。ソロの仲間らしき者が基地に侵入した模様です。何？反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。どれだ？おい、予定変更だ。直ちにロロノア・ゾロを処刑しろ。なんだと？約束が違うぞ。ルフィさん、処刑が早まったみたいです。急いでください。私はね、ま、私には好都合だけど。おかんこの守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。なってやるよ。だがいいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。こうなりゃ名前の上浮上も言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわねえと俺が困る。さっきの偉そうな奴がいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。よっ、
悪魔の実シリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。よし、今のうちに逃げよう。ゴム人間、それにロロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱みを吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。どうかしてるぜ、この軍隊は。残らず処刑してやるぞ。ルフィさん、こんな海軍潰しちゃえ。頼むな。コビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。頼むぞ。頑張れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。身分も低い、称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。頼むぞ。おう、任せろ。なんともの、すごい。何通り、サムシャル混合キャノン。始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの無知。ナイス。だろ。お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に実質町を救っ、即刻この町を立ち去ってもらおう。じゃ、行く。ルフィさん、It's the speaker.